なんか、電動キックボードの事故が、法改正後に6倍に急増したみたい。やばくない？法改正後に事故が6倍に急増だよ。まあこうなることは誰もが分かりきっていたことだけれど。では、詳しい内容を見てみるね。電動キックボードの一部で運転免許が不要になった昨年7月の法改正以降、1ヶ月あたりの事故件数が6倍超に急増している。規制緩和を追い風に利用者が増えたが、新制度を知らないことが原因とみられる違反も。重傷事故も起きており、識者はルールの周知が不十分だとして、死亡者が出るような事故が起きてもおかしくないと懸念する。そして、その事例がこれなんだよね。原付ライダー。ヘルメットっていらなかったっけ？交差点でも停止線越えてるし。この前からこんなんばっかり見るけど、どう思う？政治家のせいで、電動キックボードの事故が多発。もうめちゃくちゃだよ。ネットでも、ルール周知不足じゃないだろ。そもそも守る気のない奴が乗ってる。頻繁に利用してる奴ほど知っててもルールなんて守らない。それ見たことか。言わんこっちゃない。事故急増は、×ルール周知不足の原因、○法改正の原因。こうなるの分かってたよな。なんで緩和したんだ。これほど意味がわからない法改正あっただろうか。緩和した結果、社会の質は向上したのか。むしろ悪化したとしか思えんが。マナーむちゃくちゃだし、道の小さい車輪だから転倒リスクもある。事故が増えないわけがない。そもそも危ない乗り物じゃねえか。誰もがわかっていた結果だな。先日大きめの交差点ど真ん中で右折待ちしてるボード見て、これはダメだと思ったよ。そもそも路上でスケートボードは禁止されているのに、キックボードを認可した奴の責任。この乗り物、一体どういう経緯で解禁されたわけ？いきなり湧いて出てきたイメージなんだが、なぜあんなもんを許可したんだろう。中華製なのか、などと様々な声が上がっているみたい。ネットの声にあったけれど、電動キックボードは中国利権まみれなのかもしれないね。しかし、太陽光パネル利権にしろ、再エネ利権にしろ、電動キックボード利権にしろ。日本の政治家は、どこを向いて政治をしてるんだろうね。本当に嫌になっちゃうよ。とにかく政治家の皆さん、あなた方の法改正のせいで、電動キックボードの事故が6倍に急増しています。これ以上死人が出る前に、早急に法改正を行ってください。よろしくお願いいたします。